王子のために摘んできた花を手にしたまま、姫は立ち止まりました。そのまま手渡すはずの花をじっと見つめて、何やら考え事をしています。とうとう姫は決心したようにうなずき、王子のために摘んできた小さな花を潰してしまわないように慎重にそっと返信を解きました。狼は本当の自分の姿で花を渡そうとしています。指先は震え、その大きな指が持つ小さな花も一緒に揺れます。結局王子の目の前まで伸ばされた手は王子へと届くことはありませんでした。傷つけることしか知らない指先で持つ王子のように儚く脆い花が、まるで醜い自分は王子にはふさわしくないと言っているように感じられます。姫、どうかしたの？王子の声に狼はハッと我に返りました。そして小さくため息をつき、姫の姿に変わります。ううん、なんでもないわ。はい、どうぞ。姫は小さく微笑みながら王子に花を手渡しました。いつもと変わらず喜んでくれる王子の笑顔が、今日は狼をちょっぴり切ない気持ちにさせました。
Thank you.
王子の手を引いて洞窟を進みます。いつも王子に危険が少ない道を歩くように注意している姫ですが、この時は運悪く王子の足元の地面が崩れてしまいました。王子、姫は王子の手を握っていた手に力を込めます。でもか弱い姫の力では王子を引き上げることはできません。狼の姿に戻れば簡単に王子を引き上げることができるでしょう。でもそんなことをしたら王子の握る姫の手がみるみる狼の手に変わったとしたら、王子に嘘がバレてしまいます。姫は震える手で必死に王子を引き上げようとします。でもそれも長く続きません。姫は力尽き王子の手を離してしまいました。王子が落ちた先を覗き込みます。そこには少しくぼんだ穴の中で倒れる王子の姿。姫の頭は真っ白、息も止まりそうです。ですが王子はすぐに体を起こし、大丈夫というふうに手を振りました。幸い崩れた地面は低く、大きな怪我はしてはいないようです。姫はほっと胸をひとなで。だけど姫は自分の手を見つめます。そこには王子を引き上げることもできなかった非力で小さな手。姫はこれから先もちゃんと王子を守っていけるのか不安を感じ始めるのでした。